い、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は提督の決断法パープキット PS2 版日本軍プレイもう最終局面というところに入ってきました。続きやっていきましょう。まず今回はですね、軍をカリブ海へと進出させます。すでに、艦隊の移動命令は出してますので、このまま時間を進めて艦隊戦に入りましょう。今回突入する艦隊ですが、どうしようかな。まず、4個艦隊移動させてますが、この第13艦隊に関して言うと、軽巡だけのね、簡単な艦隊はないので、これは置いといて、まず戦艦部隊の第2艦隊、で、空母第4艦隊、空母の第11艦隊と、この3個艦隊を投入していきます。で、戦艦だけまだ勝破ということで、ダメージが少し残ってるんですが、まあ、ここはもう気にせずに、攻略に入りましょう。日の出とともに出撃します。お、いきなり敵の艦隊発見してるな。まずは、そしたら空母から攻撃隊を出しましょう。3個艦隊いるね。了解。了解。了解。で、偵察機も飛ばしておきます。了解。了解。敵飛行場発見。敵艦隊発見。まずは戦艦部隊を敵艦隊へ突入させましょう。了解。航空隊発艦。航空隊発艦。さあ、敵も直縁がまず出ましたね。航空隊発艦。今ちょうどカメラを敵艦の上空に持ってきてます。手前には敵軽空母、いや護衛空母だな、ミッションベイとかが見えますね。戦艦部隊第2艦隊にダメージが出てます。さあ、このまま一気に押し切りましょう。戦艦部隊が敵艦に突入です。これに合わせて味方の航空隊も出したいよね。いやー、やっぱりさすがに敵3個艦隊の前に戦艦部隊で突入すると戦艦のダメージが大きいね。ここは第2艦隊をちょっと離れましょう。戦艦を失いたくない。まあ、もう時代はすでに空母の時代とはいえ、やっぱり戦艦を失うと何かと作戦に影響が出るので、戦艦部隊にダメージが出た以上は戦艦部隊を逃がします。で、航空隊が出てるので航空隊で蹴りをつける。こっちは空母だな。敵の空母にてこずってる感じだね。
了解。了解。さあ、敵の艦隊はだいぶダメージ与えてるので、あとは追撃戦に移りましょう。航空隊発艦。航空隊着艦。航空隊発艦。大型艦をほぼほぼ仕留めつつあるね。さすが大和型だよね。そう簡単には沈まないよ。航空隊もう一回攻撃しかければ敵の艦隊をほぼ無力化できそうだ。そんな感じですそんな感じですとかって言っちゃいましたけど、そういう状況に追い込んでいきましょう。味方の方はどうなってるかというと、速力が落ちてるな。さあ、敵の艦隊はもうここに残ってる艦隊だけですね。都合6隻、5隻かな。これがもう撤退行動に入ってると思うので、航空機の攻撃で数を減らせれば減らしておきたい。よし、ほぼほぼ沈めきったね、敵の艦隊は。であれば航空隊による基地攻撃へと変えていきましょう。で、戦艦部隊はもうダメージができちゃってるんで、あんまりこれ以上被害を出さないように洋上待機ということにします。では時間を早めていっちゃいましょう。航空隊発艦。航空隊着艦。航空隊着艦。空母2隻からだと1回の空撃では基地を破壊まではいかないんだな。4隻の空母から出したら多分1回で終わりますね。航空隊着艦。航空隊発艦。指定地点に到着。敵飛行場撃滅。敵航空機発見された模様。敵飛行場撃滅。よし、あとは残り一つの敵基地だけですね。航空隊着艦。航空隊着艦。航空隊。いやー、なんだかんだで味方は損害は出ているものの喪失感はなしですね。航空隊着艦。航空隊着艦。
了解了解。航空隊発艦。航空隊発艦。いやもう航空機の足が速くなってるからな。了解。了解。カメラで追いつけなくなってる。航空隊着艦。航空隊着艦。さあここで天気が悪くなっちゃったんで、まあ夜間攻撃はできるものの悪天候時に。離発艦できないのでまだここは天候の回復夜明けを待ちましょう。了解了解。航空隊発艦。航空隊発艦。航空隊発艦。よし、終わりましたね。いや、喪失感がないっていうのは大きい。まあ、戦艦とかボロボロに大破はしましたが。で、敵は駆逐艦3隻取り逃してますが、まあ、壊滅させたと言っていいですね。アメリカ軍第1艦隊、第9艦隊、第16艦隊を壊滅させてます。井上さんが中将に昇進したね。伊藤誠一さんも中将。もうこの辺りは史実に近い階級になってきました。近藤さんも元帥に登れるかどうか。さあ次は、じゃあ東海岸最後の拠点ですね。ここの攻略へ艦隊を向けます。まずは、とはいえさっき損害を受けた艦隊、第二艦隊は西海岸に入れて、代わりの艦隊を バミューダ沖で艦隊を再編した後、最終決戦という形ですかね。敵連合軍がメキシコ西海岸に来るか。まあここは返り討ちにするじゃあ。とはいえどうだろう、失いたくないんだけどな。ドイツ軍を前面に出して、ドイツ軍で戦ってもらおう。これでも、さっきの艦隊がさ、メキシコ西海岸に逃げたというだけなんじゃないの？大した艦隊がいるとは思えないんだよな、もう、アメリカ軍に。了解。了解。
了解。敵艦隊発見。いや、空母がいるな、敵には。敵艦隊は空母あり。速度が1キロしか出ないとか、もう帰ってくれって感じだな。じゃあ空母がね、いるとはいえ全然だからな。しかもここで雨。アメリカ軍の空母、これは軽空母か護衛空母か、まあ、正規空母ではなさそうなものが、2隻いますね。いや、思いのほかアメリカ軍やっぱり強いよ。上の方にも艦隊いるもんね。ドイツ軍の艦隊もボロボロだからな、足が遅いわ。敵航空機に発見された模様。航空隊着艦。了解。航空隊発艦。航空隊発艦。着艦。いや、上の方にはいないね、敵機は。さっき上の方に航空機が見えたのは偵察機ですね、敵の。ただここで本当に、アメリカ軍の空母叩ければ最後東海岸が楽になりそうです。ドイツ軍がもう何やってんだって動きしてるからな。とりあえず足の遅いものを外そう。ドイツの艦隊がどうなっている？
足がまだ遅いのがいるのかな。そうは見えないね。全部20キロぐらいでは出れそうな感じだけど、とりあえず揚陸艦はもう用済みなので撤退させよう。指定地点に到着。戦艦大破。了解。航空隊発艦。ドイツ軍の艦隊の動きが鈍すぎる。味方艦隊より入電。夜が明けてきそう。夜が明けたら、空母から航空機を出しましょう。航空隊着艦。これは何、アメリカ軍が撤退行動に入ってるの？撤退してるね。味方に損害が出なくてよかった。味方艦隊より入電。まあアメリカ軍も沈没艦はなしですね。まあ我々の方はLST、つまりドイツ軍の揚陸艦が一隻沈んでます。はい、ではちょっと今回ねカリブ海しか攻略できませんでしたが、次回いよいよ、こちらアメリカ東海岸を攻略していきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。次回最終回の予定になります。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。